はい、じゃあ大山さんお願いします。ロングスロースリフトさんとは認識は、いや多分初めてだと思うんですけど、遠投対決だったら絶対負けるなっていうのが分かるんで、はい、遠投対決じゃなくてよかったなと思うんですよ。はい、ロングスローさんいかがですか。あ、僕は YouTube とかで見たことあります。あ、本当ですか。はい、面白いですどうなるでしょうか。さあ、この二人の初めてはどうなのかというわけで、お題は先ほどの違います。壁、はい、になりないかを書き込んでいるものが喋っています。では、このお題に行くかスタートです。はい、俺がさん、あの、仏滅の日に僕が何とかしなくちゃって。ロングスローさん、年下の運動靴を取り上げて代わりに大きな氷をあげる。とんでもないやつだな、これ。数字ないんだが。カレンダーに対して優位に立とうとするな。はい、ロングさん。立ちつてそ。マリアさん、あの、ユタボン、ユーチューバーのユタボン。あ、ひらがなで YouTube って感じで、今すぐ学校に行くべきだよ。ロムさん、絶対ビューティフルデイ。決意が絶対いいかな。はい、おりゃんさん、11月のとこにペッサリーって書いてあって、英語で11月を勝手にペッサリー。ロムスさん、ゴレラッスン。最長残り1頭いけます。これとんでもない。さあ、すごい感想反応が起きてます。で何があったのか、その次の日にストム君の死ぬ日と泣きなら書いて、その次の日に許すっていう。幸せだ。ロングスさん、コップを発明する。名前がもう先決まって普通発明し終わったのよ。次の題、ダイバー戦うバンドの地区基準。ダイバー戦うバンドの地区基準スタートです。前の時期が一つも思い浮かばなかった。はい、はい、これさん、あの、ヒロインが、いや、やめてって言いながら敵の家を壊してる。仕事も与えられるし。はい、ロングさん、もう先輩の金槌が落ちてて、この先に敵のアジトがあると確信する。先に向かった先輩が。あれはもう連れ去られた。
もう主人公がもう2周3周してわけわかんなくなって塔を作り出して親方が何を作るつもりだ家だぞって言ってはい、ロングさん、それじゃあ次回も見てくれよな建立建立はい、ロングさん、足をザーンと切ったのかと思ったら相手が無傷で、裾の広いあのズボンだったんですね表面を内側に。はい、さん、主人公が荒井中のために6年かけて家を作ったんですけど、カラオケ機が入らないことでキャンセルになって終了やすさどっちも見えるよ。シナトちゃん面白かった。俺らはそのまま面白かったでは拍手お願いします。ロングスローさんも面白かったでは拍手お願いします。勝者ロングスローする人